はいどうも、GoGoTV の Go です。今回はこちら、フルアクションフィギュアサーガ、仮面ライダー01をボックス買いしたんで、こちらを開封していきたいと思います。こちらのフルアクションフィギュアサーガは、えー、とガシャポンシリーズの可動フィギュアの、えー、と新シリーズですね。新シリーズとなっておりまして、まああの全くどんな感じなのかはわからないんですけど、なんかあの公式のブログを見る感じでは、すごいなんか気合いの入れた可動、えー、フィギュアって感じのこと書いてあったんで、まあ、非常に楽しみでもありましたし、 なんか、こういう商品って僕結構住んでるの田舎なんで、なんかあんまり冒険しない店が多いのかわからないですけど、あんまり入荷されないだろうなと思って、一応まあネットでボックス買いしようと思ってボックス買いしました。まあ新シリーズってことなんで、まあ一体どういった出来なのかはちょっとわからないんですけど、まあ早速中を開けてみたいと思います。はい、ではテープ切ったんで開けていきたいと思います。まあ今回のラインナップはクーガのマイティフォームのラインナップがあったんで、何気にクーガ系のフィギュア持ってなかったんで、ちょっと気になったんで、 もうせっかくならコンプリートしたいなと思ってボックスがしました。では、中身はこんな感じになっております。どう <laughs> すげえ<ー>な。<laughs> すごいですね。エグゼイトがなんかこんな感じで写っておりまして、一応まあガシャボンってことなんで、一応ガシャボンの表記があって、フルアクションフィギュア、サーガ、仮面ライダー01。で、この箱の中には全3種中、いずれか1箱が入っております。とれが書かれておりますね。なるほど。 <laughs> じゃあ,まあせっかくなんでちょっと前列3ついきましょうか <laughs> 前列3ついってみましょうはい箱はこんな感じですねはいこんな感じですこれが一応今前列3つですね <laughs> ど,うどうしような <laughs> どうしような こんな感じですね。ア、まあ、ソードの配列なんか見たところで結局はガシャポンなんで、まあ、どうしようもできないんで <laughs> 入れる人の気分次第ですからねガシャポンなんて、まあ、とりあえずこんな感じで全列の3つを取ってみたんで早速開封してみたいと思いますはいではい、ちょっと開封する前にあのラインナップの確認とか箱をちょっと見なかったんで箱の方をしっかり見ていきましょうこんな感じですね全身24箇所の超華道フルアクションフィギュアサーガ仮面ライダー0 1ナ。対象年齢15歳以上バンダイ で、えー、っと、こんな感じですね。横はフルアクションフィギュアサーガーシリーズガシャポン自販機にて好評発売中。これでもこのサイズでガシャポンって <laughs> あのトミカとかのああいう系のガシャポン熱なのかなあのカプセルじゃなくて、まあ、箱がこのままコトンって折ってくるタイプのやつなのかなちょっとわからないですね <laughs>、はい。で、まあラインナップはこんな感じですね。えー、っと、全高約 125mm。 12.5cm ですね。で、ラインナップは全3種類で、仮面ライダーエグゼードアクションゲーマーレベル2と、仮面ライダークーガーマイティフォーム、で、仮面ライダーゲームの、えー、アクションゲーマーレベル2がラインナップされておりますね。はい。ってな感じになっております。ではもう早速開けていきましょう。とりあえず中身がこれ、わからないみたいなんで、もうとりあえず開封してみましょう。はい、では、左からいきましょう。<laughs> 左手の細く。では、ビリッて破って、 パッと開けて、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 せーの、あこれは仮面ライダーエグゼイドのアクションゲームはレベル2ですね。シール的なものを入ってますね。<laughs> シール入ってますね。まあでもシール貼り僕苦手ですけど、これぐらいのシールなら全然気にならないですね。と <laughs> 一番左は仮面ライダーエグゼイドアクションゲームはレベル2でしたね。では真ん中、いきましょう、せーの。 破って <laughs>、破って、広げて、広げて、広げて、せーの、ドン。こちらは仮面ライダークーガーマイティフォーム。こちらはシール的なものはないですね。仮面ライダークーガはシールはないです。では、最後一番右。破って、破って、開けて、開けて、 開けて、せーの、と。仮面ライダーゲーム、アクションゲームはレベル2。ってことは、こちらはシールは、入ってますね。全 <laughs> 然破り方悪かったんかないかな。で <laughs> ないです。あ、できましたで。シール、まあ、こちらは、まあ、色違い、シールが入っておりますね。はい、こんな感じですね。<laughs> ってことは、手前3つを取ったらコンプリートできるってことですね。<laughs> でも、これは思ったんですけど、 <laughs> もしもうこの前列で前列というかもうこの配列であのこういう状態ですねで今まあ前列取ったんですけどこれがもうこの後ろ全部エグゼイドでこれが全部空画で全部ゲームであったらあのもしあのガシャポンの人がまあガシャポンの,あの管理してる人がこうもうめんどくせえなって言ってこ,うこれポンって入れてこれポンって入れてこれポンって入れたらあの最初の 3つががエグゼドが出てくるんよね最初の3つにエグゼイドが出てきてで、エグゼイド3つ出てきたなクソコンプリートできんなと思ってで、次また <laughs> 同じ人がやって「あ空ーーが出てきたな」って言って「あ空ーーがか次あとゲームやな」って言ってガラガラって回して「ああまた空がか」で。 こう3回やってあーまた空がーーかよみたいな感じでこう7回目やってやっとコンプリートできるってことですよね <laughs> 恐ろしいな <laughs> そう考えると恐ろしいしねまあどうなってるかちょっと分からないんですけどもうちょっとあのコンプリートしちゃったんでまあちょっととりあえずこちらは開封せずにおこうかなと思います <laughs> あの例えばシークレット入りとかのものであればまあちょっとなんかそういうの出るまでやるかなと思ったんですけどちょっとコンプリートしちゃったんでこちらはちょっとあの未開封のまま取っておきたいと思います はい。では、こちら、ちょっとシール貼りと、あと、組み立てて、ポンと出したいと思います。はい。では、シール貼り終わったんで、まあ、本当はもう、組み立てて、パッと出そうかなと思ったんですけど、そんな組み立て方は難しくなさそうなんで、ちょっと、一つずつ作っていきたいと思います。じまずは、エグゼトからですね。顔と、これですね。これちょうどボールジョイになってるんで、ここを。<laughs> 差し込んで、うん、結構硬かったですね <laughs> で。でこちらにゲーマードライバーつけて上かですね。ちゃんとガシャッともありますけど塗装はこのレバー以外は特にされてないですね <laughs> で。あとはこう胴体ここもボールジョイントなんでこの差し込んで <laughs> 硬いな。 一応これでで完成ですね <laughs> 意外と硬かったですね <laughs>。でも結構やっぱ稼働箇所は多いですね。24箇所だったっけな。確かそうですね。騒動がまあ17箇所だったかな。17箇所に対して24箇所なんで結構こう動く箇所は騒動に比べて全然多いですね。100円分の違いありますね <laughs>。こんな感じですね。で立てるのも結構立てやすいですね。 相像は結構あのバランスちゃんと取らないと立たないんですけど、こちら結構立ちやすいですね。では次、空が行きましょう。あ <laughs>、あ、取れた <laughs>。でも、すぐつけれる。空が作りましょう。結構ボールジョイント入れるの、厳しいですね <laughs>。で、こちらに、えっと、アークルをつけましょう。 どっち <laughs> これどっちどっちでもいいのかななんかどっちもどっちって感じですね <laughs>。こっちにベルトつけて <laughs>。これ結構難しいですね <laughs> あー。ああ <laughs> ついた。ついたついた。はい、OK です <laughs>。ただベルトはなんか若干こう、ちょっとグラグラする感じですね。 <laughs> ここはちょっと何ともならなかったのかって感じですけどはい空が完成しましたよし OK ですねまたこちらでちゃんとあのポージングとしっかりあの見ていきたいと思いますんでで次はゲームゲームを作りましょうでゲーマドライバーに とか話つけて OK ですね完成ですね <laughs> ゲームは意外とすんなりいきましたねうんやっぱり結構稼働はグネグネ動きますね <laughs> ちょっと今変わってる感じちょっと一つ思うのはなんかベルトの安定感がないというか <laughs> まあちょっとそこが気になるかなって感じはしますねはいこんな感じで完成いたしましたんで また一つずつじっくり見ていきたいと思います。はい。では、まずこちらの仮面ライダーエフゼーアクションゲーマーレベル2から見ていきましょう。稼働箇所は、とりあえず顔ですね。顔と、あと肩。で、あとこちらがちょっと一回 <laughs>、ちょっと失礼しますね <laughs>。こちらが一応こういう感じで動くんですよね。こう、前後に。前後というか、一応360度動くんですね。こういう感じで。 腕のところが360度ボールジョイントが動く感じになっていますね。で、あとはこちら、肘と、なんかあんまりこう、ぐにっとはやれないですけど、若干この手首が動くかなって感じがしますね。で、あとはこちらですね、胴体、ちょうど胸の上の辺がこうぐらぐら動く感じですね。で、あとはちょうどこの胸とこの さっきボールジョイントにつけた腰部分ですね。腰がこう動きますね。<laughs> であと顔ちなみに一応360度回りますね。<laughs> 怖っ <laughs> で。この肘の部分のちょうどこの部分が一応ぐるっと回ります。うん、恐ろしい <laughs> で。あと足ですね。足と。 膝と足首と。で足は口をぐるっと回ります。はい。ぐらいかなこれでちゃんと24箇所なのかな <laughs> ?1 箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、7箇所、8箇所。で9箇所、10箇所、11所。 わ <laughs> からなくなりましたね <laughs>。まあとりあえず24箇所動くらしいです <laughs>。めちゃくちゃ適当でいいんかなって感じなんですけどね。まあ,あの初めてのもんなんで、ちょっとなんとも使い勝手がわからないっていうのがまあ正直な話なんですけど。とりあえずエグゼイドはこんな感じですね。はいでは次続きまして仮面ライダーウがマイティフォーム見ていきましょう。もうこちらはちょっとポーズつけ,ときうまくつけておきましたけど <laughs>。やっぱかっこいいですね。赤。ちゃんと塗装がしっかり入っていますね。 目の部分もでやっぱちょっとあのベルトのところはエグゼイドのまゲーマードライバーと同様かなり塗装は省かれておりますねほんとこのこのちょうど風車部分のとこ以外はもうほぼシルバー一色なんででまあ稼働に関してもまあエグゼイドと一緒ですね顔がぐるっと回ってであとはまあちゃんと上下にも動きます ここもうちゃんとゴールドの塗装が入っておりまして、ちょっと個体差なのか分からないし、さっきも取れたと思うんですけど、なんかここの肩のなんかジョイントがちょっと甘いっす <laughs>。僕の空がちょっと甘いですね。足もちゃんと動きますし、ちょっとこちらは胴体は一緒かな一緒ですね。一応胸部分とこの腰の部分が動きますね。で、手も動きます。 でこちらも動きますし、肘も曲がります。ちょっと硬めですね。これも多分個体差だと思います。で手首は回るのかな手首もちょっとだけ回りますね。そんなグネグリッと曲がらないですけど、ちょっとぐねぐねっと動く程度ですね。回ります。でちなみに、ここは武器持たせれないですね。エグゼイドの時、ちょっと紹介するの忘れなんですけど、もうここは完全に閉じちゃってるんで、あの武器持たすこととかはできませんね。 で、足はこんな感じ。動きますし、膝も動きますし、足首も動きます。ってな感じですね。クーガはこんな感じですね。<laughs> ちょっとポーズがおかしくなっちゃいましたけど <laughs>。はい、では最後は仮面ライダーゲーム見ていきましょう。まあ、こちらはまあ正直言っちゃうと仮面ライダーエグゼーズの色違いなんで、まあ,あの一緒ですね。顔を動いて、ぐるっと回って、 であとは、腕、ここ,こ,こと、肘と、手首と、胸の上と、腰と、足と、膝と、足首と、そたいな感じですね。でちょっとあの先ほどエグゼイドのことに関してちょっと触れなかったというか、まあ、全体をぐるっと見回すの忘れてたんですけど、あのこのレベル1ボ,ボディじゃなくて、レベル1のこのフェイス部分ですね、は、えー、とまあ本当、塗装されてませんね。 もう一色すで取り外しとかもできませんもうほんと完全一体化しちゃってますねこんな感じですねゲームに関してはこんな感じですねでエグゼイドに関してもほんとこんな感じですね一体化してますし目の部分はあの黒色黒目になってないですねこんな感じですねでまあ,あの細かいこと言うと、まあ、この辺の,あの模様も入ってないです <laughs> 足もこう後ろはここら辺の,あの,あのラインは入ってませんね <laughs> ちょっと細かいことを言いますとでクーガに関しても後ろはまあ空ガはこんな感じですよねまあちょっと省かれてる分もあるかなって感じしますけどクーガに関しては後ろはこんな感じですねはいちょっと何せ初 ものなんで <laughs> ちょっと慣れてない感があって非常に聞き取りにくかったりとかなんかお見苦しい点があると思いますが申し訳ございません <laughs> こんな感じですねはいではちょっと早速ポーズつけて遊んでみたいと思いますはいエグゼ l に関してはまあこんな感じのポーズを取ったりとかまあよくこのポーズ取らせますよね騒 <laughs> 動でもはいまあこんなポーズを取らせたりとかもできますしはいぎこちないですけどこんな感じでライダーキックも 決めれますねでちょっと先ほど言わせてたんですけどここが結構動くんですよねこういう感じで動くんですよね <laughs> なかなかこうかまってみるとあここも動くんだっていうのは結構ありますねはいこんな感じでライダーキックをちょっとぎこちないですけど決めることもできますねでちなみにあの後ろにはあのボールジョイントなんかも止める場所はないんであの魂ステージのやつでもあのこの引っ掛ける式のやつでこうポーズを固定することはできると思いますけどあのボールジョイント型の方ではちょっとできないと思いますんで ご注意くださいはいでは次仮面ライダークーガマイティフォームいきましょう仮面ライダークーガはとりあえずまあこんな感じのポージングを取らすことができますはいあとはこの裏のパッケージのような感じでこういうポーズを取ることもできますはいでは最後は仮面ライダーゲームですね見ていきましょうとりあえずまあゲームのこの立ちポーズを取ることもできますこういった感じのポーズを取ることもできます はい、最後はこのような感じでライダーキックのポーズを取ることもできますはいこちらにソードシリーズの仮面ライダーエグゼイドを置いてみたんですけどやっぱりこう2つを見て比べてみるとフルアクションフィギュアサーガの方が頭1個分ぐらい大きいのが分かりますねはいというわけで今回はこちらのフルアクションフィギュアサーガ仮面ライダーゼロ弾の仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2と仮面ライダークーガーマイティフォーム仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2 を開封ししててちょっといいろろポージングなんんかつけて遊んでみたりしましたまああの一応ボックス買いしてまああのアソートの確認なんかもするのもいいんかなと思ったんですけどまあ,あのこちらは先ほども言いましたけどガシャポンなんであのまあぶっちゃけそのガシャポンのその管理している方がどのような感じで入れるのかによってアソートなんか変わってきますんでまあ,あのそういったことはちょっと今回やりませんでしたけどまあとりあえずあの手前の前列を取ればえー まあ3つコンプリートできるってことが分かったんで、まあ、それは良かったんじゃないかなと思います。で、まあ、今回、こちら新シリーズということで、まあ、僕自体もちょっと遊び方あんまり把握しない状態でちょっと動画撮ってるんで、まあ,あ、非常に、あの、お見苦しい点が多々あったと思いますんで、あの申し訳ございませんでした。また、あの、しっかり、いろいろと遊んでみて、まあ、このシリーズがまた02弾とか03弾とか続いていくようであれば、まあ、買って、あの、しっかりレビューしていきたいと思いますんで、また、あの、この後、しっかり動画撮り終わった後に、もうちょっと、あの、 いろいろといじってみて、あのしっかりどのような感じで動くのか把握してからまた02弾とかの動画撮っていきたいなと思います。まあ、とりあえず続くのかはちょっとわからないですけど、プレ版の方で一応エグゼイドライダーズっていうのと空ーガーライダーズっていうのが出るみたいで、エグゼイドライダーズの方は仮面ライダーブレイブと仮面ライダースナイプがラインナップされてるみたいで、で、あと、 クーガーライダーズに関しては、ドラゴンフォームとペガサスフォームとタイタンフォームと、あと、こちらのクーガマイティフォームの、なんか手首の差し替えパーツみたいなのがついてるみたいで、ちょっとどちらも値段がなんか5000円超えてたと思うんで、2つ買うと1万円超えちゃうんで、ちょっと、そちらはいいかなって感じはしますね。一応なんか、やっぱ値段が高い分、この細かい、多分この僕が言ってたこの後ろの、こういう塗装はぶきとかはなくて、ちゃんと細かく、しっかり塗装されたりはしてるとは思うんですけど、 まあちょっとこ,れこのサイズのフィギュアにまあ1体まあ約2500円ぐらいの計算になるってことですねエグゼイドライダーズに関してはでクーガーライダーズの方に関しては値段がちょっと今パソコンでページ出してるんですけどえっと <laughs> ちょっと待ってくださいね5832円 <laughs> なんでまあ約1体2000円近くするってことですよねなんでまあちょっとまあ今回は ま、そちらは買わないでおこうかなって感じはして。まあ、あのもし02段が出れば、まあ今度はまあガチャガチャでいいかな？って感じはしております <laughs>。はいまあ、とりあえずあの今回はあのクーガがどうしても欲しかったんで、まあ,あの箱買いしましたけど。 まあ、近所のスーパーでこちらの01弾の方が入荷されているようであれば、また02弾の方もちゃんと入荷してくれるであろうという、まあそういう下調べもしっかりした上で、まあ今度は02弾買ってきてレビューしたいなと思っておりますし、また今回こちら、あの新シリーズだったんで、まあちょっとあの遊び方とか稼働箇所なんかの把握がすべてしきれてなかったんで、まあ先ほども言いましたけど、しっかりそういった稼働箇所なんかを把握して、しっかりと今度は02弾レビューしていきたいなと思っておりますんで、そういう動画アップしたらよろしくお願いいたします。では、 今回もご視聴ありがとうございました